ザック、お前からニュージャパンワールド認定 TB 王座必ず取ってやるよ。新時代への第一歩、今日踏ましてもらうぞ。歴史が変わる一夜へようこそ。 Alright then, okay, I always take the piss with these comments. I'll give you a serious one. Alright, how many, what's this? Fourth defense? We had the three tournament matches. Alright, serious. Right, here you go. Right. Oh, I can't do it. Shota, Shota, here boy! Here boy! Here, koi koi koi! Shiny jacket for you! It's a shiny jacket for you, Shota! Come on boy, come on boy! Gotcha, 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 gotcha!第6試合ニュージャパンワールド認定 TB 選手権試合、15分一本勝負を行います。両国国技館のファンが待ちわびています。バックヤード、その控え室からの道中をカメラが捉えました。新日本プロレスの未来を担う25歳、果たしてこの両国国技館どこから姿を見せるのか。ゆっくりと歩みを進め、東と書かれたドアを開いた。2階席から姿を見せた。観客席から登場するこの姿も、実にこの新日本プロレスでおなじみとなりました。シューター、ジョン・モクスリーの弟子、師匠モクスリースタイルの入場、海野翔太の入場です。お客さんとハイタッチを交わし、場内を練り歩きながら笑顔いっぱい、明るい表情で戦いのリングを目指します。ニュージャパンカップ2回戦、必殺のデスライダーでチャンピオンザック・セイバージュニアに勝利しました。おっと、カメラを海野翔太と書かれたそのタオルの方へ向けてみせた。プロレス界の未来を担う子供たちからの声援を愛するこの海野翔太、ミラノさん、あるいは棚橋宏選手に一礼をして、放送席に一礼をして、今リングサイドにたどり着きました。ザックに勝ったニュージャパンカップ、強烈なインパクトを残した春、その勢いのままにベルト取りまで行くでしょうか。おっと、これはやはり子供にプレゼントです。必ずちびっこにプレゼントをすると決めているそうです。今海野が手渡したそのリストバンドは非売品です。唯一無二のプレゼントを果たし、そして瞳を閉じて初めてのベルト体感へ。赤コーナー、チャレンジャー183センチ103キロ、ラプーネック海野翔太。パラダイムシフトを成し遂げるべく、初めの第一歩をこのニュージャパンワールド認定 TB 選手権でチャンピオンになって刻み込むでしょうか。チャレンジャー海野翔太が大歓声の声援に応えながら、今セルリアンブルーのリングに登りました。史上最多48人が出場したニュージャパンカップを制しました。連覇を狙っていたこの春、今リングに登った海野翔太に負けるという屈辱を味わいました。 And the blue corner,
DMD 系になって、さあこれからという状況で足をすくわれた形になったザック・セイバージュニア。 1.4 東京ドームで新設されたこのベルトを初めて体感したザック・セイバージュニア、初代チャンピオンとして4度目の防衛戦に臨みます。リング上で待ち受けるはこの春土をつけられた海野翔太25歳、初代ニュージャパンワールド認定 TV チャンピオン、ザ・フロントマン、ザック・セイバー・ジュニア。一瞬で決められる唯一無二の関節技、15分一本勝負、ひとときも目の離せないタイトルマッチがいよいよ始まります。試合に先立ちまして、チャンピオンザック・セイバー・ジュニア選手よりチャンピオンベルトの返還です。さあチャンピオンベルトをその腰に、マーティー・アサミ、チャンピオンザック・セイバージュニア。一方でチャレンジャー、新日本プロレスのシングルベルト初体感を狙う、こちらが海野翔太、25歳の若武者です。さあなんといっても田内選手、はい、15分一本勝負ですからね。そうですね、この15っていうのはね、やっぱり皆さんね、はい、頭に入れながら見てほしいですよね。そうですね、まあ、ケンコバさん、本当に一瞬もひとときも目が離せない戦いになりそうです。15分以内で決まる試合はあれど、はい、15分で決めろっていうのは難しいですよね。いきなりのフルスロットル、スタート始まった、固めていく、もう1分でも決めてやると、そう意気込みを語った海野。いや、これ固め合い、丸め合い、もう合計10カウント超えましたよこれ。本当ですね、何回マーティー・アサミはもう、うわリングを叩いたか、危なかった、むちゃくちゃ大変この試合。いやー、無酸素運動ですよ。もう30秒のうちに何度リングを叩いたでしょうか。でも3つ入っただろうとアピールしてますが、まだ入っていません。ニュージャパンカップの時は26分超えましたからね。そうなんですね、26分12秒、岡山2回戦勝利した海野翔太です。あの試合ねすごく印象的でね、はい、両者ね動きが全然落ちなかったんですよね、すごいスピーディーなね試合が最初から最後まで続いたというかね。まあ、海野にしてみれば格上のこのザック・セイバージュニアに勝ちました。相当強烈なインパクトを残しながら次の準々決勝でフィンレイに敗れたということで、勝った喜びよりも敗れた悔しさの方が残っていると、だからこそこの戦いに負けるわけにはいかないという海野の挑戦です。いや、このザックの腕の取り方、首の取り方っていうのは、はい、初めての対戦だとやはりちょっと面食らうんですけども、はい、やはりそこはイギリスでの海外修行が生きてるんじゃないかなっていうね、はい、思いますね。2019年11月から昨年11月までおよそ3年間の海外武者修行を経てきました。ザック選手のテクニックが欲しくてね、はい、本当にこうイギリスっていうのを非常にこう有意義に過ごしたようですからね。あ、なるほど。でもこの年代この世代がやっぱ飛び出さなきゃね。いや本当そうですね、はい、まあ、世代交代、新しい若手の台頭というのがケンコバさん、はい、新日本の歴史でもあるわけですからね。でも宇野選手の入場時ね、はい、棚橋選手がうなずいてましたよ。なるほど、いいぞと。田内選手はどうご覧になってるんですか。はい、いや、いいですね。あの自分のね25の時とやっぱ比べていると、はい、比べてみるとやっぱ全然ねやっぱこう雰囲気もあるし、堂々としますよね。いや本当に落ち着いています。特にこの子供たちに自分のこうブレスレットをプレゼントしたりだとか、若い世代を強烈に意識しているというのがケンコバさん、はい、この海野の特徴ですね。いや、あれいただいて10年後も会場絶対来ますもんね。本当そうですね。棚橋選手も棚橋選手のそのタオルをね、はい、子供からこう受け取って、はい、汗を拭いて返すなんていうそんなメッセージもありました。やってましたね、はいはい、やはり新日本の未来を担うその一人であることは間違いありません。いや、ここはしかしミラノさん強烈な、やっぱこう、ね、ザックの当て感がうまいんですよね、はい、打撃の応酬になっています。同じ数でもやっぱ蓄積が違うんですか。そうなんですよ、ドンと重いんですよね。しかしここは倒していった、打ち勝ちましたね。いや、すごい表情です。これは気合で超えたということですね。そうですね。まあ、ミラノさん、はい、1.4 東京ドームで成田を破った相手がこのザックだということで、はい、強烈にそこも意識しているという海野ですね。そうですね、やっぱこのベルトは、新世代、世代のこう新しい者たちで争うのがそれがコンセプトでしょっていうのをすごく言ってますよね、はい、ザックが経てきているこの防衛ロードというのは
ニュージャパンワールド認定 TB 王座には即さないんだと、自分がベルトを巻いて若手の登竜門的ベルトにもしたいと、そんな風にも話しました。さあ、さまざまな思い渦巻くリング上、海野がうまいな、いや、ここも足を絡め取っていきます。何かザックのお顔を奪うような、この入り方というのはミラノさん、はい、本当にザックの動きを見ているようですね。ただ僕今のね、股の方に絡みついていくのってメキシコのジャベで、あの練習したことがあって、ただその後からまた回転して決めるっていうのを、まあ、そこまでは行ってないので、はい、何かからインスパイアされてオリジナルに昇華してると思いますね。田中選手どうですか。あんだけね、やっぱね、翔太に動かれると、はい、ザックもどこ来るんだどこ来るんだっていうね、やっぱりこう、やっぱりワンテンポね、反応が遅れますよね、はい、ちょっとザックも関節の名手でありながら面食らっているという状況あるかもしれません。ランカシャ式とルチャ式両方使えたらすごいですよね。そうですね、はい、そうですね、ルチャの入り方のね、ジャベの独特さと、はい、そのね、ガチッと入るそのランカシャ式というか、はい、うまくこうミクスチャーしてるスタイルなんですかね。クラシカルでありながら自分が経てきた道のその全てを重ねられます。これはいい、ザックにはこれがある、一瞬で決まるぞ、一瞬で決まるぞ、危ない、うわ、ノーモーションですよ、うわ、伸びてる伸びてる、危ない危ない、ロープです、ロープブレイクです。成田選手に勝った時はディッシュでしたかね。そうでした、そうでしたよね、はい、今ダメージありますね、エスケープしても離さなかったですからね。こういうのでまた試合後傷んでくるんでしょう、と瞬間で伸びますからね。いや、ですから田中選手、はい、一瞬で決まるというこの恐ろしさがありますね。ザックはね、そういう試合を やってますからね、はい、ここも勝ち上げていきます。海野は気をつけなければなりません。試合は5分経過、3分の1が経過しています。これ腕にね、狙いを絞ったかもしれないですね。捕まえた腕ですね。でもザックはね、こう腕に意識をやっといて足いったりしますから、これがこの試合運びはね、本当に厄介なんですよ。関節、腕の曲げ方でもああいう風に倒れざるを得ないんですよね。強烈に踏みつけていった海野が苦悶の表情。すごいな、ザックどうやって戦ってたのか思い出せないですね、僕はね。田中選手が対応してたのか。そうなんですね、うん、それでもやはり戦う前にいろいろイメージを膨らませるわけですか。いや、僕はもう出たとこ勝負です。そうですか、はい、アドリブで、アドリブで、はい、果たして海野が今どうなのか、まあ、ただミラノさん、やはり1ヶ月も経たないうちに3月15日岡山で勝ってますから、はい、そのあたりのイメージというのはあるでしょうね。まあ、勝ったイメージはありますけど、15分ですからね、また戦い方変わってくるだろうし。確かにそうですね、組み立てをやはり変えなければならない。強烈な後ろからの蹴り、おお、すぐに立ち上がる海野、笑ったザックに対して打撃でいくな、腕を取る、誘ってる、右手に一点集中、痛む腕でポップアップ投げていく、ロープ間から走ってきた、吠えた海野翔太。さっき切り返されたのに、うん、強いなメンタル、同じ技でできましたよね。はい、ケンコバさん、はい、この瞳ですね。いいですね、何か獲物を狙うかのごとく、はい、さあ青コーナーから赤コーナーへ。ここはシュシャーマン、おー、いいブリッジャー。さあカウント、やっぱちょっとフックするね、手も痛そうですね、うんうん、2023年の春です。新世代でベルトを盛り上げていかなければならないという思いのもと、初体感を狙う海野。なっと、ここは危ない危ない、ま、コブラか、コブラか、マンジか、ただどっち来るか分かんないですね。ああやってね、首を使われると腕持ってこれないですもんね、前の方に、うん、しっかりとコブラツイスト捉えていきます。フックするまでね、絶対腕を逃がさないんですよね。ここでフックしてまた違った形へ転換していくというのがザック・セイバージュニアのポテンシャル。おお、海野が強引に解いていきました。フロントサイドから飛んできて、ここは飛びついてるのはザック選手ですよ。フロントネックロック締め落としにかかります。いや、これ翔太きついですよ、相手の体重かかってますからね。全体重がかかってます。立ってれば返せる可能性がある、引き込まれると決められてしまう、うん、強引に行くのか、引っこ抜くのか、バックに回ったすかさずスリーパー。身長があるからな、深く入るんだよな。
受け取らせると顎上がっちゃいますからね。そうなんですよね、そうなんですよね。ザック・セイバージュニア186センチ。さあ場内両国からショータコールも起きている。ここはこらえなければならない。切り返してバックに回る。そしてリバースのツイスト&シャウト。ここは離さない、まだ離してないですね、フックを解かない。ここは田内選手もう一発狙ってるんですかね。そうですね。でもここから違う技もあるから、お今度は持ち上げてリバースのまま落とす。高角度で。さあカウント、カウント、カウントは2。そして距離を取って、ここはザックが見ていた飛びつき式の腕十字に。うわ、これフック、これが解けるとリングの中央だ。危ない危ない、うまい。なんとかフックを持ち直した。やばい、もう一度腕が伸びる。やばい、危ない、折れる、危ない、危ない。成田の腕をへし折った東京ドーム。危ない。4月両国桜ジェネシス。危ない危ない、リングの中央ど真ん中、海野の腕もへし折るのか。これ親指を向いてね、教科書通りの十字ですよこれ、本当に。親指が上、危ない。新時代、新世代、その2人を打ち抜くのか。うわえぐい、えぐい、えげつない角度だ。やばい、バキッていくわ。バキッてなる。90度以上いっている。うわ、肩が、これね、体重ね、乗っちゃってるんから、かけれる体重使えるんですよね。体重使えるな。ロープになんとか。10分経過、10ミリスパース、今のでもダメージある。10分経過、試合は10分経過、残り5分です。もう効かないんじゃないですか、右腕もしかしたら。これはなるほど、もう一点集中、徹底的に右腕。じゃあ技の威力もやっぱどうしても下がっちゃうんですか、これ。技の威力もそうですね、絞る力もそうですし。海野の攻撃をストップさせるには十分な関節。右ですか。ここは丸め込んだ、丸め込んだ。カウント3つを取れば勝利だ。あー来た、さあ来た、丸め込んだ、固めた、どうだ。丸め合いです。もう残り5分切ってます。円髄かわした、やばいやばい、固める、固める、固める足外れたからだ。ジャパニーズ来た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 、固めた、どうだ。ザック選手の片足が外れたんで、海野選手うまく、ね、切り返せましたね。読み切っていました。おお、よくよく見てたな。ジャパニーズでついてる技ですからね、これは。本当にそうですね、はい、ジャパニーズレッグロールクラッチホールド。欧州勝ったのは海野、カウント3つはならなかった。ただ残り時間が気になりますね。そうですね。ここは逆さ抑え込みの体勢から何を狙うのか。汗鏡だな。ポップアップ、ポップアップからパカッと。さあ吠えた、海野が吠えた。残り時間も少なくなってきている。ランニングスピニングフェイスバスターだ。さあ決まった。これはどう落ちるんだ。これで決まってカウント、左の肩が上がりました。おー、ペース取り返した。これは海野のペースになってきたか。残り時間3分、残り3分、残り時間3分、残り3分、決めなければならない。もし15分ならばザックの防衛となります。そこにエルボー、膝を蹴り飛ばしてエルボーで受け止める。ザックが張っていく、距離が詰まる。海野エンズに捉えた、ザックだ、来た、サッカーボールキック、正面からカウント。海野選手意地だ。ワン、ケンコバさん、はい、カウントワンです。そうですね、ここからです。いや、このカウントワンは時間縮めてるわけですからね。そうですね、生きてくる可能性もちろんあるわけですよね、この限られた時間で。カウントワンで返した海野、ザックが突っ込んでくる。おー、バックスライドか。そのまま、おーです、必殺。あー、また腕だ。またしても右腕オーバーヘッドキック。ちょっと腕がもう。そしてスイング式の DDT、 脳天突き刺した。離してない、離してない。そのままフックを解かずに持っていけるか。デスライダー、いったいった、いった、取ったか、取ったか、取った、8体か。うわー、返された。時間2分、デスライダー返された。残り2分、今のはいったでしょう。いや、いった、取った。カウント2、そして残り2分。もう一度足乗せた、今度は変形だ、変形です。
カバーいかない。いったでしょう。これはいったか。いやー、マジでだ。マジで。これはカバーいった。でも入れたらザックで足しぶといな。この当たりがさすがの百戦錬磨ザック・セイバージュニア。4度目の防衛成功だと思ったな。勝利いたしましたザック・セイバージュニア選手、もう確実に勝利を確信したでしょうね。もうスルッとこう勝利が手のひらからねこぼれ落ちましたね。 100% 求めてしまったらこういう罠が待ってるんですね。うわ難しいな。もう勝ちちょっと見えたんじゃないですか。いやそしたらそこにスポッとなんか落としながらが勝ったと思った瞬間があったんでしょうね。そこスポッとはまっちゃったように見えちゃいましたけど、しかしこれは逆に言えば田内選手、いやザックね恐るべしですよ。一瞬の隙間に逃さなかった。しかしリズムが合うというか波長が合うんでしょうねこの2人試合の。いや本当ですね、すごい戦いを見せました。最後の最後勝利が手のひらからこぼれ落ちていった海の拳を重ねました。まあ、シングルの戦績で言えばこれで1勝1敗ということにもなるわけです。ニュージャパンカップでは勝った、しかしベルトには届かなかった。いやこの悔しさが大きな経験糧になるはずです。いやこれね 1試合ですけども、はい、何試合分もの経験値を得てるような気がしますね。戦いの時間は13分35秒、超濃密な15分一本勝負。ザック・セイバージュニアがローリングクラッチホールドで4度目の防衛成功です。もう本当にあれね、たらればですけどあれ返されたらもうザック選手は動けなかったと思うんですよね。それくらいのもうダメージ最後終盤畳みかけられてましたから。いやでも落とし穴の掘り方が絶妙でしたね。なるほど。いやーすごかった。スポッて入りましたよ。ザックはねやっぱりこういろんな勝ち方ができる選手ってやっぱ強いね。まあ、ケンコバさん、本当にどの競技も最後の瞬間、はい、勝ち切るまでは分からないと。そういうことなんですね。いやでも勝ち切ろうとしての結果ですからね。そうですね、いやまあこう英語実況席に何かメッセージを伝えていますが、これで成田を破ってベルトを取って、石井、クラーク・コナーズ、ブレイク・クリスチャン、そして海野翔太。まあ何かこのベルト、この15分一本勝負というのはやっぱり田中さん、はい、このザックに向いているのかもしれませんね。ザックの土俵です ねどこまでこのザックの防衛ロードは続いていくでしょうか。成田蓮は腕ひしぎで、そして海野翔太はローリングクラッチホールド、丸め込み固め技で新世代を担う両雄、その2人をしっかりと打ち破ってみせた見事な防衛成功です。